はい、どうも皆さん、こんばんは。酒好きな新潟人の飲酒動画を始めていきたいと思います。今回は、トリスハイボールの、ドライジンジャーです。アルコール度数が 7% ですね。原材料名がウイスキーと糖類と酸味料と香料と炭酸ガスとなってます。ちょっとですね、昨日というか今日、朝起きたらなんか風かな?ちょっと喉がね、非常に痛くて、痰がかなり絡んで、ちょっと今もなんか、喉が痛いんですけど、昨日ね、深夜4時ぐらいまで起きてて、酒飲んでて、で、寝て、今日起きたのが、夕方の4時だったんですよ。12時間ぐらいで寝てて、ね。今日休みだったんですけど。それでね、非常に、うわ、喉痛いと思って。窓全開にして寝てたんですけど、ちょっとね、やっぱり夜中がちょっと寒い時があるから、あるんですよね。今日もちょっと、ね、夜中もね、ちょっと涼しいんで、ね、皆さんも気をつけてください。本当に、暑かったりね、寒かったりするんで。それじゃあ、乾杯。ジンジャーエール。ジンジャーエール。なんか、ウイスキーをさ、ジンジャーエールで割るっていうさ、なんかさ、カクテルなかったっけ?覚えてないけど。そんな感じっすよね。でも、ジンジャーエールっていう割には、生姜が入ってないから、何なんだろうね。生姜原材料名に書いてないから。いわゆる香料でごまかしてんだな、多分な。おそらく。俺あんまりジンジャーエールを、あれで、ウイスキーでね、割ったやつはあんまり俺好きじゃないんだよ。あんまり好きじゃないんで。ジンジャーエール自体はね、それなりに好きなんですけど。でも、やっぱウイスキーに、の割り剤って言ったら、ジンジャーエールよりか、普通の炭酸水か、もしくはコカ・コーラが一番いいかなとは思うんですけど。アルコール度数 7% で飲み応えがありながらのも、爽やかでキレのあるドライな味わい。トリスハイボール感の特徴であるスッキリとした切れのある味わいをベースに辛口のジンジャー風味を加えたハイボールです。アルコール度数 7% で飲み応えがありながらも、爽やかで、キレのあるドライな味わいをお楽しみいただけます。3月31日に発売したっぽいですね。結構前に出てる。出てたんですけど、飲んでなかった。飲むの忘れてたんで、今日になってしまいました。パッケージはハイボールのイラストを前面に書くことで、トリスハイボールのすっきり爽快な味わいを表現するとともに、ドライジンジャーの文字を中央にあしらうことで、中身の特徴を表現しました。だそうです。このトリスハイボールシリーズは、
正直言ってあんまり美味しくない。あの、角ハイボールシリーズの方が美味しい。角ハイボールの、あの、なんだっけ。濃いめのやつが美味しい。かな。とは思いますけどね。そう、ちょっとね、風邪気味なんで、なんかね、あの、肩っていうか、あの、関節がなんかね、痛い。ちょっと痛い。まあ、夏風邪っていうのはなかなかね、まあ、なかなかならないし、なおかつあんま治らないとかって聞きますけど。まあ、ね、なんか、暑いからって言ってね、あの、裸で寝てたりすると、結構、危ない。あの、急にね、気温が下がったりとか、するパターン、ありますからね。やはりちょっと今の、まあ、まだ6月なったばかりぐらいか。あ、なんでね。まあ暑い日もあるし、ちょっと涼しい日もあるし。今日は結構涼しかったから。あれだけど。やっぱ朝と昼の差が激しいよね。ああ、やっぱちょっと喉が痛いな。俺は大体喉からまあ大体来るんですけど、風邪はね。まあ、もしくは頭がなんかズキズキするのが、だいたい、風邪の始まりで、にはなるんですけど。うん、まあね、6月か。あんまり、風邪はね、ひかないんですけど。まあ、引かないっていうか、冬はよく引くんだけど、毎年冬になると絶対、風邪は引くんですけどね。で、あの、予防接種も受けてね、インフルエンザ、受けるんですけど、去年というか今年か、今年の1月ぐらいだったかな。に、予防接種受けたんだけど、あの、38度ぐらいになってね、38度7分か。38度7分の熱が出て、まあ、多分インフルエンザの、あの、A 型が多分一番強いから、B 型なんですね、多分。予防接種って一番強いやつにはかかんないけど、他のやつにはかかるって。弱いインフルエンザにはかかるらしい。で、おそらく B 型のやつにかかったんじゃないかなと。まあ思うんですけど。まあものすごく寒くて。寒気がもう半端なくてね。もう今日もちょっと寒気がしたんですけど。もう日中からなんかね、ちょっと寒気がして。で、4時まで寝てて、起きて、また6時ぐらいかまた寝て、そしたらちょっとだいぶマシにはなったんですけど、喉の痛みをちょっと引いたんですけど。まあ、いつも最近ね、3時ぐらいまでね、休みの日寝てます。
からね、ちょっとそれも悪いんですよ。はい、朝飯食ってないし、昼飯も今日ほとんど食ってない。昼飯もほぼ食わなかったから。結局それもいかんのよね。ただそれ分かってるんだけど、目覚まし一応10時にかけるんですけど、また寝るんですよね。なんで。まあね。なかなか。ほとんど休みの日はね、朝飯は絶対食わない。で、昼飯は食うんだよ。1時ぐらいに、起きる、大体起きてるんですけど。遅いと3時ぐらいに飯を起きて、3時ぐらいに食うパターンが大多数。なんで、きついんですよね、なんかね。こう、起きるのがやっぱ辛いよね。まあ仕事の日はね、普通に8時前に起きるんですけど。ちょっとやっぱりかなり深夜3時ぐらいまで毎日起きてますから、それの影響というか、もあると思うんですけど。なかなか寝れないんだよね。3時ぐらいまで。寝れないっていうのも、いつも仕事の日は、帰ってきて大体6時ぐらいに帰ってくるんですけど、9時半まで寝るんです。3時間半寝てね、疲れて寝るんですよ。だからそれのせいなんとは思うんですけど。やっぱなんか、まだあれだな。ちょっとあれだな、痰が出るな。まあちょっとね、だるいんですけど、だるいんですけど、まあ本当になんか4時ぐらいまで今日寝てたからさ、なんかあれなんだよな。寝すぎも絶対悪いんだよ。7時間ぐらいがベストらしいです。7時間。寝る時間がね、寝てる時間が1時間がベストらしいんだけど。まあ、あんまり寝なくてもいいっていう人もいるらしいんですけどね。俺はマジで寝ないと絶対ダメだ。10時間ぐらい寝ないと全然ダメなんだよな。7時間だと全然足りないんだよね。本当に。だから7時間でね、なんとかな、まあ、慣れかな、結局ね。慣れもあるとは思うんですけど。慣れですかね。徐々にこう、減らしてって、睡眠時間減らしてって、慣らす。的な、ね、感じでやれば、いい、かもしれない。だから寝すぎると頭がクラクラして結局また寝たよ。無駄。寝すぎてさ、12時間ぐらい寝ると、もうなんか起きた時に、もうなんか頭がクラクラしてるんだよね。だからまた寝るんだよ。で、結局16時間ぐらい寝ることになるんですよ。どうなってんだよ。一番寝たのが俺18時間ぐらい寝たことがあって、起きて、またなんか頭がこう、ボケーっとしてるから、またいや、寝るかって言って寝るんですけど。で、また6時間ぐらい寝て、結局18時間ぐらい寝て、1日何に、何だったんだって。絶対、体に おかしいですよね。でもね、寝てるとね、朝飯とか昼飯食ってないのに全然いけるんですよ。あれは何なんですかね。朝飯も昼飯も全然食ってないのに、普通に、寝れるんで、腹減ってこないんでね。腹減らないんですよ、全然。全然腹減らない。あれ何なの？これあんま美味しくないな。はい。ということで、今日6月の1日です。3、2、3、2。
です。ご視聴ありがとうございました。